東北北部では今朝方激しい雨が降りました。今現在も時折強い雨が降っているといった状況です。皆さんからいただいています天気の報告見ていきますと、今現在は秋田県や岩手県で豪雨といった激しい雨が降っているといったリポートをいただいています。雨雲レーダーを見ましても特にこの秋田県から岩手県にかけてこの雨雲が停滞しているような状況になっています。雨雲はだいぶばらけてきてますけれども、これまで降った雨の量72時間ですね、見てみますと、青森県や秋田県などこちらがかなり、これまでに記録がなかったような激しい雨が降っていたということがわかります。でこの後なんですけども、強い雨雲が日本海にあります。南西方向から北東方向に雨雲が動くような形になっていきます。秋田県の北部などを中心に強い雨、激しい雨が継続的に起こるようなそんな状況が続くことになりそうです。ということで、この後も強い雨が続きますので、この雨が川やそれから土の中に入り込むことになりそうです。この情報を確認してみたいと思います。指定河川の洪水予報なんですけれども、現在こちら五所川原などを中心としたエリアですね、この河川川の名前が岩木川ということになりますけれども、氾濫注意情報が出ています。またランクが上がってくる可能性があるというふうに見ていただいた方がいいかと思います。現在はだいぶ落ち着いて注意情報になっているといった黄色になっています。そして土砂災害の危険の状況なんですけども、赤色が警戒、そして所々に紫色の危険といったエリアがあります、地域があります。このあと先ほどの日本海からやってきた雨雲がかかることによって、またこの危険のレベル、危険度が上がってくるというようなことも考えられますので、引き続き雨の量と合わせて河川の流量、それから土砂災害の危険度、ご確認いただきたいと思います。最新の情報はウェザーニュースアプリで確認することができます。